スタイリングライフグループとは、統括持ち株会社である株式会社スタイリングライフホールディングスと、その参加企業であるカキのリテール事業2社と2社内カンパニーにより、構成される企業グループである。ソニーグループにおいて、1966年から1979年に、創業者の森田明夫の下で、事業多角化の一環で立ち上げたリテール事業5社が、2006年にメボにより、 ソニーグループから独立する形で、現在のグループになった。これら6社の事業については、ソニーの中核事業とは直接関係がなく、1980年代には森田会長自身が見直しを支持していた。しかし、森田会長の立ち上げた事業ということで、長年見直しは行われないでいた。2005年のソニーショックと呼ばれる経営不振に伴い、 経営トップがハワード・ストリンガー会長兼 CEO に交代したことから経営資源を不振のエレクトロニクス事業を中心とする中核事業に集中させるためにソニーグループから独立させることとなった。独立の方法は日光コーディアルグループの日光プリンシパルインベストメンツ株式会社主導でリテール事業会社の経営者と従業員による買収という形で行われる。 具体的には、リテール事業を統括する持ち株会社を設立し、その株式の51%を日光プリンシパルインベストメンツに売却。売却額は約550億円になる見込み。ソニーは当初は49%の株式を保有するものの、順次出資比率を下げる。日光プリンシパルインベストメンツは取得した株式の一部をリテール事業群の経営陣。 従業員を及び従業員持ち株会に譲渡すると、共に株式上場後に残りの株式を売却することで利益を得る。2006年2月27日にソニーと日光プリンシパルインベストメンツの間で基本合意。日光プリンシパルインベストメンツが設立した子会社が2006年6月1日に持ち株会社の株式を取得して事実上 ソニーグループから独立した。ソニーファミリークラブ、B&C ラボラトリーズ、CP コスメティクス、ライフネオの4社は、非音楽系事業の統括会社である、株式会社、ソニーカルチャーエンタテインメントの参加企業であった。そこで2006年5月17日に、事業独立の前提として、ソニーカルチャーエンタテインメントを、リテール事業群統括の会社と、 その他の事業統括の会社に分割している。このリテール事業統括会社が、買収対象の持ち株会社になった。グループの持ち株会社である株式、会社スタイリングライフホールディングスは、リテール事業の統括持ち株会社として、ソニーカルチャーエンタテインメントから分割してできた会社である。下記の事業会社2社と2社内カンパニーを参加に持つ。メボを実施する目的で、 2006年6月1日、日光プリンシパルインベストメンツ株式会社の完全子会社であるアジアリテールホールディングス有限会社がソニーより株式の51%を取得して子会社化する形でソニーグループから独立した。当初はソニーは49%の株式は保有していたが2006年12月5日に三井物産に15%、 東急電鉄に8%、選手会に3%を売却し、ソニーの持ち分比率は23%となっている。三井物産と小売り、サービス事業で包括提携している。2008年7月29日に、株式会社東京放送 NPI、R の3社で、R が保有する SLH の株式すべてを TBS が取得することで合意。7月31日に、 株式が譲渡され、同社の連結子会社となった。2011年2月25日と3月28日に、J フロントリテイリング株式会社が、株式の取得を発表、3月30日付で、ソニー、三井物産、東急電鉄、選手会から合計48.5%の株式を取得し、持ち分法適用会社とした。1966年に、 日本で初めての輸入雑貨専門店、ソニープラザを銀座ソニービル地下にオープン。ソニープラザ、ミニプラなどの事業を行う。ソニーグループより独立することになり、社名を従来の株式会社、ソニープラザからプラザスタイル株式会社に変更。店舗名のソニープラザも2007年3月15日にプラザに変更になった。 2010年5月1日にスタイリングライフホールディングスへ吸収合併され、同社の社内カンパニー、プラザスタイルカンパニーとなった。これに伴い、スタイリングライフホールディングスは、純粋持ち株会社から事業持ち株会社へ移行した、化粧品事業を行っている会社。1979年にソニークリエイティブプロダクツの一事業部として事業を開始し、 1996年2月に株式会社ソニー CP ラボラトリーズとして分社独立。ソニーからの独立が決定したことから2006年1月1日にソニー CP ラボラトリーズから株式会社 B&C ラボラトリーズに称号変更。2011年1月1日にスタイリングライフホールディングスへ吸収合併され同社の社内カンパニー。 pcl カンパニーとなった。ライトアップ、ゼコなどのカタログでの通信販売等を行う。1971年に CBS ソニーレコード株式会社の完全子会社、株式会社 CBS ソニーファミリークラブとして設立。1994年に株式会社ソニーファミリークラブに称号変更。1996年、 それまでの主力事業だった音楽ソフト開発事業をソニーミュージックダイレクトとして分割。独立が決定したことから2006年5月1日にソニーファミリークラブから株式会社ライトアップショッピングクラブに称号変更。2006年1月4日に B&C ラボラトリーズからサロン事業が新設分割により独立。1220店舗。 パリパックロワイヤル通りのマキシムよりレストランのライセンスを取得してマキシムドパリのブランドで銀座のソニービルなどでフランス料理店やケーキ店を展開日本初の本格的フランス料理店2015年6月30日をもって閉店2015年11月10日付で生産欠を、美容健康サービス商品の企画運営販売を行っていたが 2008年5月30日付で、株式の60%を株式会社富士ビューティに譲渡した。正確には、子会社2社を新設分割で設立した上で、称号を株式会社 SCU に変更。後に SCU はソニーに吸収合併され解散。さらに、シンソニーカルチャーエンタテインメントも、 ソニーミュージックエンタテインメントに吸収合併され、解散 ABCDF e 株式、会社スタイリングライフホールディングス決算広告、株式会社スタイリングライフホールディングス株式の取得による、同社グループの子会社化に関する、お知らせ、TBS2008 年7月29日株式、会社スタイリングライフホールディングス株式の取得による、同社グループの子会社化に関する、 お知らせ東京証券取引所、トドネット2008年7月29日株式、会社スタイリングライフホールディングスの株式取得に関する、お知らせ、J フロントリテイリング2011年2月25日株式会社スタイリングライフホールディングスの株式取得に関する、お知らせ、J フロントリテイリング2011年3月28日株式会社スタイリングライフホールディングス 子会社の合併に伴う新組織発足及び本店登記変更に関するお知らせ。2011年1月2日閲覧。株式会社スタイリングライフホールディングス。子会社の合併に伴う新組織発足に関するお知らせ。2011年1月10日閲覧。平成28年3月期日証券報告書。P53 東京放送ホールディングス。 2016年6月29日株式会社スタイリングライフホールディングス株式会社ライフネオの株式譲渡に関するお知らせ2016年9月3日閲覧ありがとうございます